りつを咲く美しい村天の高期の薄明かりに優しく会釈をしようとして命の脈がまた新しく活発に打っているこら下界お前は夕べも食を胸中し,しなかったそして 今朝疲れが治って俺の足の下で息をしている。もう快楽を持って俺を取り巻き始める。絶えず最高の存在へと志して力強い決心を働かせているな。ファウスト第二部。序曲 六月十日、K 村にて。ご無沙汰をいたしました。今月の初めから僕は当地に滞在しております。前からよく僕は、こんな初夏に一度この高原の村に来てみたいものだと言っていましたが、やっと今度その宿望がかなったわけです。 まだ誰も来ていないので、寂しいことはそりゃ寂しいけれど、毎日気持ちの良い朝夕を送っています。しかし寂しいとは言っても、3年前でしたか。僕が病気をして10月頃までずっと一人で滞在していたことがありましたね。あの時のような山の中の秋口の寂しさとは、まるで違うように思えます。 あの時は、塔のステッキにすがるようにして、宿屋の裏の山道などへ散歩に行くと、一日ごとに底いらをうずめている落ち葉の量が増える一方で、それらの落ち葉の間からは、時々不気味な色をしたキノコがちらりと覗いていたり、あるいはその上を、赤原、あの、なんだか人を馬鹿にしたような小鳥です。 なんぞがいかにも横着そうに飛び回っている霧で、ほとんど人けはないのですが、それでいてなんだかそこら中に人々の立ち去った後にいつまでも漂っている一種の匂いのようなもの。ことにその年の夏がひときわ華やかで美しかっただけ、それだけその季節の過ぎてからの何とも言えぬわびしさのようなものが。 いわば凋落の感じのようなものが、僕自身が病後だったせいか、一層ひしひしと感じられてならなかったのですが、もっとも西洋人はまだかなり残っていたようです。ごくまれにそんな山道で行き合いますと、なんだか病み上がりの僕の方をうさんくさそうに見て通り過ぎましたが、それは僕に、 人懐かしい思いをさせるよりも、かえって変なわびしさを募らせました。そんなわびしさが、この六月の高原にはまるでないことが、何よりも僕は好きです。どんな人けのない山道を歩いていても、一層一木ことごとく生き生きとして、もうすっかり夏の用意ができ、 その季節の来るのを待っているばかりだといった感じがみなぎっています。山マウグイスだの、カンコドリだのの元気をくさえずることといったら、少し僕は考え事があるんだから黙っていてくれないかな、と感触を起こしたくなるくらいです。西洋人はもうポツポツと来ているようですが、 まだ別荘などは大概閉ざされています。その閉ざされているのをいいことにして、それに少し山の上の方だと誰一人そこいらを通り過ぎるものもないので、僕は気に入った格好の別荘があるのを見つけると、構わずその庭園の中へ入っていって、そこのベランダに腰を下ろし、タバコなどをふかしながら、 ぼんやり、二三時間考え事をしたりします。例えば、木の皮吹きのバンガロー、雑草の生い茂った庭、藤棚、その花が今ちょうど見事に咲いています。のあるベランダ、そこから一体に見下ろせるモミやカラマツの林、その林の向こうに見えるアルプスの山々、 そういったものを背景にして、一遍の小説を構想したりなんかしているんです。なかなかいい気持ちです。ただ、少しぼんやりしていると、まだ生まれたての小さなブよが僕の足を襲ったり、毛虫が僕の帽子に落ちてきたりするので平行です。しかし、そういうものも僕には、 自然の僕に対する敵意のようなものとしては考えられません。むしろ自然が僕に対してうるさいほどの好意を持っているような気さえします。僕の足元になどよく小さな葉っぱがのり巻きのように巻かれたまま落ちていますが、その中には芋虫の幼虫が包まれているんだと思うとちょっとぞっとします。 けれども、こんなのり巻きのようなものが、夏になると、あの透明な羽をした蛾になるのかと想像すると、なんだかかわいらしい気もしないことはありません。どこへ行っても、野らがまだ小さな硬い白いつぼみをつけています。それの咲くのが待ち遠しくてなりません。これが、これから咲き乱れて、 いい匂いをさせて、それからそれが散る頃、やっと秘書客たちが入り込んでくることでしょう。こういう夏場だけ人の集まってくる高原の、その季節に先立って花を咲かせ、そしてその美しい花を誰にも見られずに散っていってしまうさまざまな花。例えば、これから咲こうとする野原もそうだし、 どこへ行っても今お盛りに咲いているツツジもそうですが、そういう人なれない、いかにも野生の花らしい花を、これから僕一人きりで思う存分に愛願しようという気持ちは、なぜなら村の人々は今夏場の用意に忙しくて、そんな花謎なを見てはいられませんから。 何とも言えずに爽やかで幸福です。どうぞ都会にいたたまれないで、こんな田舎暮らしをするようなことになっている僕を不幸だとばかりお考えなさらないでください。あなた方はいつごろこちらへいらっしゃいますか僕はほとんど毎日のようにあなたの別荘の前を通ります。 通りすがりにちょっとお庭へ入ってあちらこちらを歩き回ることもあります。昔はあんなに草深かったのにすっかり見違えるくらいきれいな芝生になってしまいましたね。それに白い柵などをお作りになったりしてなんだかあなたの別荘のお庭へ入ってもまるで他の別荘の庭へ入っているような気がします。 人に見つけられはしないかと心臓がドキドキしてきてなりません。どうしてこんな風にお買いになってしまったのか、本当にお恨めしく思います。ただ、あなたとそこでよくお話したことのあるベランダだけは、そっくり昔のままですけれど、ああ、また僕はなんだか悲しそうな様子をしてしまった。 しかし僕は本当はそんなに悲しくはないんですよ。だって僕はあなた方さえ知らないような性の憂鬱をこんな山の中で人知れず味わっているんですもの。でも一体いつごろあなた方はこちらいらっしゃるのかしら。あなた方と初めて知り合いになったこの土地で あなた方ともう見知らない人同士のように顔を合わせたりするのは大変辛いから、僕はあなた方のいらっしゃる前に、この村を出発しようかと思います。どうぞその日の来るまで、僕にもここにいることを、そして時々誰も見ていないとき、あなたの別荘のお庭をぶらつくことをお許しください。 またしても、なんとかなしそうな様子をするんだ。もうよします。しかし、もう少し書かせてください。でも、何を書いたものかしら。僕の今寄居しているのは、この宿屋の奥の離れです。ご存知でしょうあそこを一人で占領しています。縁側から見上げると、 ちょうど母屋の藤棚が真向こうに見えます。さっきも言ったように、その花が今咲ききっているんです。が、もう盛りも過ぎたと見え、今日あたりは風もないのにポタポタと散りこぼれています。その花に群がるバチといったら大したものです。ブン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 うなっています。 この手紙を書きながら、ちょっと筆を休めて、何を書こうかなと思って、その藤の花を見上げながらぼんやりしていると、なんだか自分の頭の中の混乱と、その蜜蜂のうなりとがごっちゃになって、そのブンブン言っているのが自分の頭の中ではないかしら、と、そんな気がしてくるくらいです。僕の机の上には、 マダム・ド・ラファイエットのクレーブ公爵夫人が読みかけのまんまページを開いています。初めてこのフランスの古い小説をしみじみ読んでいますが、そのおかげでだいぶ僕も今日この頃の自分の妙に切迫した気持ちから救われているような気がしています。この小説については、 あなたに一番その読後感をお書きしたいし、また黙ってもいたい。二、三年前、あなたに無理やりにお読ませしたラジーゲの舞踏会は、この小説をお手本にしたと言われているくらいですから、まあ、あれに大変似ています。しかし、舞踏会の時は、まだあんなにこだわらずに、 その本をお貸しができたけれど、そしてそれをお読みになっても、あなたは何もおっしゃらなかったし、僕もそれについては何もお聞きしなかったが、それでもある気持ちは、お互いに通じ合っていたようでしたけれど、今僕は、あの時のようにこだわらずに、この小説の読後感をあなたにお書きできるかしら。 第一この手紙にしたって、筆を取りながら、果たしてあなたに出せるものやら出せそうもないものやら、心の中ではためらっているのです。おそらく出さずにしまうかもしれません。こんなことを考え出したら、もうこの手紙を書き続ける気がしなくなりました。もう筆を置きます。 出,すか出さないかわかりませんけれどともかくもさようなら美しい村あるいは小風がある小高い丘の頂にあるお天狗様のところまで登ってみようと思って私は去年の落ち葉です っかり地肌の見えないほど埋まっているやや急な山道をガサガサと音とさせながら登っていったが、だんだんその落ち葉の量が増していって、私の靴がその中に気味悪いくらい深く入るようになり、腐った葉の湿り気がその靴の中まで染み込んできそうに思えたので、 私はよっぽどそのまま引っ返そうかと思った自分になって、雑木林の中から、その見捨てられた家が、ふいに私の目の前に立ち現れたのであった。そうしてその窓がすっかり釘付けになっていて、その庭なんぞもすっかり荒れ果て、今にも壊れそうな木戸が半ば開かれたままになっているのを認めると、 私は子どもらしい好奇心でいっぱいになりながら、その庭の中へずかずかと入っていった。そうして一面に生い茂った雑草を踏み分けていくうちに、この家のこうした光景は、数年前、最後にこれを見たときとそれが少しも変わっていないような気がした。が それが私の奇妙な錯覚であることを、やがて私のうちに蘇ってきたその頃の記憶が明瞭にさせた。今はこんなにも雑草が生い茂って、ほとんど周囲の雑木林と区別がつかないくらいにまでなってしまっているこの庭も、その頃はもっと庭らしく小綺麗になっていたことを、ようやく私は思い出したのである。 そうして、つい今しがたの、私の奇妙な錯覚は、その時からすでに経過してしまった数年の間、もしそれが、そのままにうっちゃられてあったならば、おそらくはこんな具合にもなっているであろうに、という私の感じの方が、その当時の記憶が私によみがえるよりも先に、私に到着したからに違いなかった。 しかし、私のそういうせっかちな印象が、必ずしも偽ではなかったことを、まるでそれ自身裏書きでもするかのように、私の周りには、この庭を一面に覆って、草木が生い茂るがままに生い茂っているのであった。そこのベランダに初めて立った私は、錯雑したもみの枝を通して、 すぐ自分の眼下に光源全体が大きな円を描きながら、そしてここかしこに赤い屋根だの草屋根だのを散らばらせながら横たわっているのを見下ろすことができた。そうしてその光源の尽きるあたりから、また他のいくつもの丘が私に直面しながら緩やかに起伏していた。 それらの丘のさらに向こうには、遠くの中央アルプスらしい山脈が、青空にかすかに爪でつけたような線を引いていた。そしてそれが、私のキザキザな地平線をなしているのだった。夏ごとに、この高原に来ていた数年前のこと。これとほとんどそっくりな眺望を楽しむために、 私はしばしばここからもう少し情報にあるお天狗様まで上りに来たのだけれどその旅ごとにこの最後の家の前を通り過ぎながらそこにマイナスのようにいつも同じ二人の籠城が住まっているのをなんとなく気遣わしげに見合ってはその二人暮らしに私はひそかに心をそそられたものだった だが、あれはひょっとすると、私自身の悲しみを通してばかり見ていたせいかもしれないぞ、と、私は考えるのだった。なぜって、私がこの丘へ登りに来たときは、いつも私に何か悲しいことがあって、それを肉体の疲労と取り替えたいためだったからな。真っ白な名札が立って、それには、 ミスのついた名字が二つ書いてあったっけそう、その一方が確かミス・シーモアという名前だったのを私は今でも覚えている。が、もう一方のは忘れた。そうしてその老情たちそのものも、その一方だけはあの銀色の毛髪をして、なんとなく子供子供した顔をしていた方だけは、 今でも私の目にはっきりと浮かんでくるけれど、もう一方のはどうしても思い出せない。昔から自分の気に入ったタイプの人物にしか感心しようとしない自分の集癖が、このごろではどうもそれが自分の作家としての大きな才能の欠陥のように思われてならないのだけれど、この老城たちにも 知らず知らずのうちに働いていたものと見える。この数年間というもの、この光源、この私の少年時の幸福な思い出といえば、そのほとんど全部がここに結びつけられているような光源から、私を引き離していた私の孤独な病院生活、その間に起こったさまざまな出来事、 忘れがたい人々との心にもない別離、その間の私の完全な無意、そしてその長い間法的していた私の仕事を再び取り上げるために、一人きりにはなりたいし、そうかと言って、あんまり知らない田舎へ謎行ったら、寂しくてしようがあるまいからと言った、例の私の不決断な性分から、 この土地なら、そのすべてのものが私にさまざまな思い出を語ってくれるだろうし、そして今自分なら、まだ誰にも知った人には会わないだろうしと思って、こんな季節外れの六月の月を選んで、この高原へ、わざわざ私はやってきたのであった。が、数日前にこの土地へ到着してから、私の見聞きする。 あたかも私のそういう長い不在を愚章するような、この高原におけるさまざまな思いがけない変化。それにつけても今更のように蘇ってくる、この土地で初めて知り合いになった、ある女友達との、最近の悲しい別離。そんな物思いにふけりながら、私はぼんやりタバコをふかしたまま、 ほとんど私の真正面の丘の上にそびえている西洋人が巨人の椅子というあだ名をつけているところの大きな岩それだけがあらゆる風化作用から逃れて昔からそっくりそのままに残っているかに見えるどっしりと落ち着いた岩をいつまでも見守っていた私はやがて再び 枯葉をガサガサと落とさせながら、山道を村の方へと降りていった。その山道に沿って、唐松などの間にちらほらと見えるいくつかのバンガロウも、大概はまだ同じような紅柄板を釘付けにされたままだった。時折妊婦らがその庭の中で草むしりをしていた。彼らの中には、 熊手を動かしていた手を休めて、私の方をうさんくさそうに見送るものもあった。私はそういう気づまりな視線から逃れるために、何度も道もないようなところへ踏み込んだ。しかしそれは、昔私の大好きだった水車場のほとりを目指して進んでいた私の方向を、どうにかこうにか謝らせないでいた。しかし、 そこまで出ることは出られたが、数年前までそこにごとごとと音立てながら回っていた古い水車は、もう跡形もなくなっていた。それよりももっと悲しい気持ちになって私の見出したのは、その水車場近くの唐松を背にした一つのビラだった。私のしばしば訪れたところのそのビラは、 数年前に最後に私の見た時とはすっかり打って変わっていた。以前はただ小さな干木の茂みで無造作に縁取られていたその庭園は今は白い柵できちんと区切られていた。私はふとなぜだかわからずにその滑らかそうな柵をいじくろうとして手を差し伸べたがそれにはちょっと触れただけであった。 その時、私の帽子の上に、なんだか雨だれのようなものがぽたりと落ちてきたから。そこで、その中に浮いた手を、私はそのまま帽子の上に持っていった。それは、小さな桜の実であった。私がひょいと頭を持ち上げた途端に、そこにはちょうど、私の頭上に枝を大きく広げながら、 それがあんまり高いので、かえって私に気づかれずにいた。それだけが、私にとっては昔なじみの、桜の老樹が見上げられた。やがて、向こうの看木の中から、背の高い若い外国夫人が、乳母車を押しながら私の方へ近づいてくるのを私は認めた。 私はちっともその人に見覚えがないように思った。私がその道端の大きな桜の木に身を寄せて道を開けていると、乳母車の中からい色の毛髪をした女の子が、私の顔を見てにっこりとした。私もついつり込まれてにっこりとした。が、乳母車を押していたその若い母は、 私の方へは見向きもしないで私の前を通り過ぎていった。それを見送っているうちふとその鋭い横顔からなんだか自分も見たことがあるらしいその女の若い娘だった頃の面影が透かしのように浮かんできそうになった。私はその白い柵のあるィラを離れた。 私の帽子の上に不意に落ちてきた桜の実が私のうちに形づくり広げかけていた悲しい感情の波紋を今しがたの気づまりな出会いがすっかりかき乱してしまったのをよい機会にして私は村ずれの宿屋に帰ってきた私がその宿屋に滞在するたびにいつも私にあてがわれる 離れの一室。同じように黒ずんだ壁。同じような窓枠。その古い額縁の中に入ってくる同じような庭。同じような植え込み。ただそれらの植え込みに私の知っている花や私の知らない花が群がり咲いているのが私には見慣れなかった。それはそれでまた、 私をあびしがらせた。母屋の藤棚から風の吹くごとに私のところまでその花の匂いがしてきた。その藤棚の下では村の子供たちが輪になって遊んでいた。私はその子供たちの中に昔よく遊んでやったことのある宿屋の子供がいるのを認めた。 そのうちに他の子供たちは去った。そしてその子供だけがまだ地面にこごんだまま一人で何かして遊んでいた。私はその子の名前を呼んだ。その子はしかし私の方を振り向こうともしなかった。それほど自分の遊びに夢中になっているように見えた。私がもう一度その名前を呼ぶと、 やっとその子は、薄汚れた顔を上げながら、私に言った。太郎ちゃんは、どこにいるか知らないよ。私はその時初めて、その小さな子供は、私の呼んだ男の子の弟であるのに気がついたのだ。しかし、なんという同じような顔、同じような眼差し、同じような声。 しばらくしてから、ジロジロと呼びながら、一人のずっと大きな見知らない男の子が庭へ入ってくるのを私は見た。ようやく私に懐いて、私の方へ近づいてきそうになったその小さな弟は、それを聞くと急いでその方へかけていってしまった。私の方では、 その大きな見知らないような男の子が、昔私と遊んだことのある子供であるのをやっと認め出していた。しかし、その生意気盛りの男の子は、小さな弟を連れ去りながら、私の方をばフり向こうともしなかった。私は毎日のように、 そのどんな隅々までもよく知っているはずだった村の様々の方へ散歩をしに行った。しかしどこへ行っても何者かが付け加えられ何者かが欠けているように私には見えた。そのくせどの道の上でも私の見たことのない新しい別荘の影に一群れの干木が 私の忘れていた少年時の一部分のように私を待ち伏せていた。そうしてそれらの一群れの監木そっくりにこんがらかったままそれらの少年時の楽しい思い出も悲しい思い出も私によみがえってくるのだった。私はそれらの思い出にあるいは胸を締めつけられたり あるいは胸を膨らませたりしながら歩いていた。私は突然立ち止まる。自分があんまり村の遠くまで来すぎてしまっているのに気がついて。そんな道々私の出会うのは、ごくまれには散歩中の西洋人たちもいたが、大概枯れ枝を背負ってくる老人だとか、わらびとりの帰りらしい かごを腕にぶら下げた娘たちばかりだった。それらのものはしかし、私にとっては、その村の風景の中に完全に混じり込んで見えるので、少しも私のそういう思いを邪魔しなかった。もっとも時たま、ある時は私があんまり子供らしい思い出し笑いをしているのを見て、すれ違いざま、いきなり私に声をかけて、 私を驚かせたり、またある時は向こうから私に微笑みかけようとして、私の悲しげな顔を見て、それを途中でやめてしまうようなこともあるにはあったが、そんなふうに思い出に導かれるままに、村をそんな遠くの方まで知らず知らず歩いてきてしまった私は、いまさらのように、 自分も健康になったものだなと思った。私はそういう長い散歩によって、一層生き生きした呼吸をしている自分自身を見出した。それに、この土地に滞在してから、まだ一週間かそこいらにしかならないけれど、この高原の初夏の気候が、早くも私の肉体の上にも、精神の上にも、 ある影響を与え出していることは否めなかった。夏はもうどこにでも見つけられるが、それでいてまだどこというあてもないでいるといったような自然の中を、こうしてさまよいながら、あちこちの干木の枝には注意さえすれば無数の蕾が認められ、それらはやがて咲き出すだろうが、しかしそれらは、 真夏のシーズンの来ない前に散ってしまうような種類の花ばかりなので、それらの咲き揃うのを楽しむのは私一人だけであろうという想像なんかをしていると、それはこんな寂しい田舎暮らしのような高価な犠牲を払うだけの値は十分にあると言っていいほどな、人知れぬ閲くのように思われてくるのだった。 そうして私はいつしか田園交響曲の第一楽章が人々に与える快い感動に似たもので心をいっぱいにさせていたそうして都会にいた頃の私はあんまり自分のぼんやりした不幸を誇張しすぎて考えていたのではないかと疑い出したほどだったこんなことなら 何もあんなにまで苦しまなくともよかったのだと私は思いもした。そうして最近私を苦しめていた恋愛事件をそっくりそのままに書いてみたらその苦しみそのものにも気に入るだろうし私にはまだよくわからずにいる相手の気持ちもいくらかはっきりしはしないかと思って かえってそういう私自身の不幸をあてにして仕事をしに来た私は、ために困惑したほどであった。私は点でもそんなものを取り上げてみようという気持ちすらなくなってしまったのだ。で、私は仕事の方はそのままうっちゃらかして、毎日のように散歩ばかりしていた。そうして私は、私の散歩区域を、 日ごとに広げていったある日私がそんな散歩から帰ってくると庭掃除をしていた宿のじいやに呼び止められた「細木さんはいつごろこちらへお見えになります」「さあ僕知らないけれどそれは私が何日ごろこの地を出発するかを聞いたのと」 同じことであるのに、じいやは気づきようがなかったのだ。去年お帰りになるとき、と、じいやは思い出したように言った。庭へシダを植えておくようにと言われたんですが、どこへ植えろとおっしゃったんだか、すっかり忘れてしまいましたもんで。シダをね、私はおおむがえしに言った。それから私は、 例の白い柵に取り囲まれたビラを頭に浮かべながら、あの白い柵はいつできたのと聞いた。あれですか。あれはおととしでした。おととしね。私はそれっきり黙っていた。じいやのいじくっている植木の一つへ目をやりながら、それから、 やっとそれに白い花らしいものの咲いているのに気がつきながら聞いた。それは何の花だいこれはシャクナゲです。シャクナゲふん。<laughs> そういえばじいやさん、この辺の野原はいつごろ咲くの今月の末からまあ来月の初めにかけてでしょうな。そうかい。 まだだだいぶあるんだね。一体どの辺が多いんだいさああのレーノルズさんの病院の向こうなんかああじゃああそこかなあの絵はがきにあったやつはその翌朝は霧がひどく巻いていた私はレーンコートを引っ掛けて まだ釘付けにされている教会の前を通りその裏の土地の林の中を横切っていったその林を突き抜けると道は大きく曲がりながら一つの小さな流れに沿うていったしかしその朝はその流れは霧のためにちっとも見えなかったそしてただせせらぎの音ばかりが絶えず聞こえていた 私はやがて小さな木橋を渡った。それからその土手道は、今度は今までとは反対の側を、その流れに沿うていくのであった。さて、その土手道へさしかかろうとした途端、私はふと立ち止まった。私の行く手に何者かが異様な格好でうずくまっているのがほの見えたので。 その異様なものは、霧の中で私自身から沿行のように走っているかに見える、私を中心にして描いた炎上の薄明かりの、ちょうどその円周の上にうずくまっているのだった。しかし霧は絶えず流れているので、ある時は一層濃いのが来て、その人影をほとんど見えなくさせるが、やがてそれが薄らいで行くにつれて、 その人影も次第にはっきりしてくる。やっとそれが、コウモリ傘の下である小さな干木の上に気づかわしげに身をこごめている西洋人らしいことが私にはわかりだした。もっと霧が薄らいだとき、私はその人の見守っているのが、私の見たいと思っていた野らの木らしいことまでわかった。 向こうでは私のことに気づかないらしかった。そのため、誰にも見られていないと信じながら、何かに夢中になっているとき、ややもすると、後でそれを思い出そうとしても思い出せないような、変に難しい姿勢をしていることがあるものだが、私の行く手を塞いでいるその人も、おそらくそんなときの姿勢をしているのに違いなかった。 気がついてみると、私のすぐ傍らにもあった野らの木を、それが私の見たいと思っている野らの木のほんのデッサンでしかないように見やりながら、私はそのままじっとたたずんでいた。やっとその人影は身を起こし、コウモリ傘をちょっと持ち替えてから歩き出した。そうしてずんずん霧の中にぼやけていた。 私も歩き出しながら、やっとその野原の小さな茂みの前に達した。そうして今しがたその人のしていたような難しい姿勢を真似ながら、その上に身をこごめてみた。そうすれば、その人の心の状態までが見透かされでもするかのように。その小さな茂みは、まだ固い小さな蕾をいっぱいにつけながら、 何か私に訴えでもしたいような目つきで私を見上げた。私は知らず知らずのうちに、それらのつぼみを根気よく数えたり、そっと持ち上げてみたりしている自分自身に気がついた。ふとさっきの人のしていた異様な手つきがまざまざとよみがえった。そうしてその小さな茂みが、 マイミクスチャーらしい香りを漂わせているのに気がついたのも、それとほとんど同時だった。湿った空気のために、いつまでもそのこんがらかった枝に絡みついて消えずにいるその香りは、まるでその小さな茂みそのものから発せられているかのように思われた。私はいつもパイプを口から離したことのない、 レイノルズさんのことを思い出した。そして今の人影はその老医師に違いないと思ったそういえばさっきから向こうの方に霧のために見えたり隠れたりしている赤ちゃけたものはそのサナトリウムの建物らしかった私は再び霧の中の道を神々しいような薄光に包まれながら いくら歩いてもちっとも自分の体が進まないようなもどかしさを感じながらあてもなく歩き続けていた。私の心はさっき霧の中から私を訴えるような目つきで見上げた野原のことでいっぱいになっていた。私はそれらの白い小さな花を私の死のために散々使っておきながら今日まで その本物を六っぽ見もしなかったけれど、今度こそ私もそれらの花に対して私のありったけの誠実を示すことのできる機会のきつつあることを心から喜んでいた。そしてそのための私の喜ばしさといったら、昔の詩人らが野原のために歌った四句を口ずさむなんというのではなく、 それを知っているだけ残らず大きな声で怒鳴り散らしたいような衝動にまで私を駆り立てるのであった。私の書こうとしていた小説の主題はようやくその日その日を楽しむことができるようになったこんな田舎暮らしの中ではいよいよ無意味なものに思われてきた。それに そんなものを書くことは、自分で自分を一層どうしようもない羽目に陥れるようなものであることにも気がついたのだ。アドルフの例が考えられた。ああいうものにまで私は自分の小さな出来事を引き上げたかったのだ。弱気で、しかも自我の強いために、自分自身も不幸になり、他人をも不幸にさせたところの、 アドルフの運命はまた、私の運命さながらに思えたからだ。しかし、アドルフの作者ほど、そういう弱々しい性格。おそらくそれは、彼自身のであろうけれど。に対する、激しい憎悪も持っていない。むしろ、そういう自分自身を甘やかすことしかできそうもない私が、 そんな小説の真似なんかしようものなら、それによってさらにもう一層自分自身をも、また他人をも、不幸にするばかりであることが、わかりすぎるくらいに私にはわかってきたのだ。こういうような考え方は、私の暗い半身には少し気に入らないようだったけれども、この頃のこんな田舎暮らしのおかげで、 そういった私の暗い半身は、もう一方の私の明るい半身に、徐々に打ちまかされていきつつあったのだ。そうして今の私が、それならば書いても見たいと思うものは、たとえどんなに平凡なものでもいいから、これから私の暮らそうとしているような、こんな季節外れの田舎の、とっ子一人いない、 しかし、花だらけの額縁の中へすっぽりとはまり込むような古い絵のような物語であった。私は何とかして、そんないわば牧歌的なものが描きたかった。私はこれまでも他人の描いたそういう作品を随分好きでもあり、そういう出来事に出会ったということで、その人を羨ましくも思ってきたが、 私自身でそういうものを書いてみようともまた書けそうにも思えなかった。が、それだけ一層今の私はそういう牧歌的なものを書いてみたいと思い立ったのである。私はしかしそれを書くためには今自分の暮らしつつあるこの村を背景にするより他はなく、と言って一月や二月ぐらいの滞在中に そういう出来事が果たして私の身辺に起こりうるものかどうか疑わしかった。バカバカしいことだが私は何度も林の中の空き地で無駄に待ち伏せたものだった。男の子のように美しい田舎の娘がその林の中からひょっこり私の前に飛び出してきはしないかと。 そんなむなしい努力の後やっと私の頭に浮かんだのはあのお天狗様のいる丘のほとんど頂近くにあるあの見捨てられた古いビラであったあのビラを背景にしてそこにマイナスを暮らしていた二人の籠城のいかにも心もと投げな存在を自分の空想で補いながら描いていく それならなんだか自分にもちょっとかけそうな気がした。この間、その家の荒廃した庭の中へ入り込んで、そこから一時間ばかり眺めていた高原の美しい長官図だの。一角のニーチェ案だった学生の時分からうろ覚えに覚えていた、つばいざんという、いかにもその老嬢たちに似つかわしいドイツ語だのをひょっくりと思い浮かべながら、 ある夕方、私は再びそのビラまで枯葉にうずまった山道を登っていった。庭の木戸は私がそうしておいたままに半ば開かれていた。私の捨てたタバコの吸い殻がベランダの床にシミのように落ちていた。私は日の暮れるまでそこから林だの、赤い屋根だの、丘だの。 それから真正面にそびえている巨人の椅子だのを、いちいち暗記してしまうほど熱心に見つめていた。時々、こんな夕暮れ時に、二人のうちの私のよく覚えている方の、神々しいような白髪の老婦人が、このベランダの、そう、ちょうど私の座っているこの場所に腰を下ろしたまま、 彼女の塔に死んでいる友人と話し合ってでもいると言ったような、うつろなまなざしが、まざまざとよみがえってくる。と思うと、一瞬間それが、キラキラと少女のまなざしのように輝く。家の中からは、夕げの支度をしているもう一方の婦人の立てる皿の音が聞こえてくる。彼女はふと、 十字を切ろうとするように手を動かしかけるが、それはほんの下書きで終わってしまう。彼女にだけは一種の言語を持っていそうな気のする巨人の椅子。そんな一方の牢城の様々な姿だけは、私が実際にそれらを見て、そして無意識のうちにそれらを記憶していたのではないかと思えるくらい。 まざまざとよみがえってくるが、もう一方の牢情の方はいつまでも皿の音ばかりさせていて、容易に私の物語の中には登場してこようとはしない。私はどうしても彼女の面影をよみがえらすことができないのである。そんなある午後、私のあてもなくさまよっていたまなざしが、急に注意深くなって、 私のちょうど足元にある夕日の当たっている赤い屋根の上に止まった。何か黒い小さなものがその屋根の頂からコロコロところ転がってきては、ひさしのところから急に小石のように墜落していくのだった。しばらく間を置いてはまたそれをやっている。私は何だろうと思って、 目を細くしながら見守っていた。そうしてそれらが2羽の小鳥であるのを認めた。それらが交尾をしながら、ひさしのところまで一緒に転がってきては、そこから墜落すると同時に、さっと二股に飛び分かれているのだった。同じ小鳥たちなのか、ほかの小鳥たちなのかわからないが、 それが何回となく繰り返されている。これは私の物語の中に取り入れてもいいぞと思いながら私はそれを開かずに見守っている。こんな風にして自分の見つつあるものが自分の構想しつつある物語の中へそのままエピソードとして溶け込んできながら自分から ともすると逃げていってしまいそうになる物語の主題を少しずつ発展させているように見える。アカシアの花が私の物語の中に入ってきたのもそんな風であった。それの先出す頃がちょうど私の田舎暮らしもそのクライマックスに達するのではないかというような予覚のする。例の 野原の蕾の大きさや数を調べながら、あのサナトリウムの裏の生垣の前は何べも行ったり来たりしたけれど、その方にばかり気を取られていた私は、そこから先のその生垣に代わって、その川べりの道を縁取り出しているアカシアの並木には、ついぞ注意をしたことがなかった。ところがある日のこと、 サナトリウムの前まで来かかったとき、私の行く手の小道がひどくいつもと変わっているように見えた。私はちょっとの間、それから受けた異様な印象に戸惑いした。私はそれまでアカシアの花をつけているところを見たことがなかったので、それが私の知らないうちにそんなにもたくさんの花を一度に咲かしているからだとは、 容易に信じられなかったのであった。あのか弱そうな枝ぶりや繊細な楕円形の柔らかな花などからして私の無意識のうちに想像していた花とそれらが似てもつかない花だったからであったかもしれない。そしてそれらの花を見たばかりの時は誰かがいたずらをしてその枝枝に おびただしい小さな真っ白なちょうちんのようなものをぶら下げたのではないかというようないかにも唐突な印象を受けたのだったやっとそれらがアカシアの花であることを知った私はその日はその小道をずっと先の方まで行ってみることにしたアカシアの子たちの多くはどうかするとその花の穂先が 私の帽子とすれすれになるくらいにまで低く、それらの花をプンプンにおわせながら垂らしていたが、中にはまだその子たちが私の背ぐらいしかなくって、それがほとんど折れそうなくらいにしないながら、自分の花を持ち耐えているそばなどを通り過ぎるときは、私はなんだか切ないような気持ちにすらなった。 アアカシアの並木はどこまで行っても尽きないように見えた。私はとうとうある大きなアカシアを選んでその前に立ち止まった私は何とかしてこれらのアカシアの花が私に与えたさっきの唐突な印象を私自身の言葉に翻訳しておきたいと思ったのだそれらの花の周りには 無数のミツバチが群がり、ブンブンうなり声を立てていた。しかし、それらのミツバチは、空気の中でどこでうなっているともつかなかったし、それに私は、さっきから自分の印象をまとめようとして、それにばかり夢中になっていたので、そんなうなり声にふと気づくたびごとに、なんだか私自身の頭脳が、ひどい混乱のあまり、 そんな具合にうなり出しているのではないかというような気もされた。その村の東北に一つの峠があった。その旧道にはモミやブナな,などが暗いほどうっそうと茂っていた。そうしてそれらの古い幹には藤田野、山ぶどうだのあけびだののつる草が 実にややこしい方法で絡まりながら蔓延していた。私が最初、そんなつる草に注意し出したのは、藤の花が思いがけないもみの枝からぶら下がっているのにびっくりして、それからやっとそのもみに絡みついている藤鶴を認めてからであった。そういえば、そんなような藤鶴の多いことったら、 それらの藤るに絡みつかれているもみの木が前よりも大きくなったので、その必要な鶴がすっかり木肌にめり込んで、いかにもそれを苦しそうに身もだえさせているのなどを見つめていると、私は不気味になってきてならないくらいだった。ある朝、私は例の気まぐれから峠まで登った帰り道。 その峠の上にある小さな部落の子供ら二人と道連れになって降りてきたことがあった。その降りのこと、その子供たちはいろいろな木に絡まっているもっと他の山ぶどうだの、あけびだのをも私に教えてくれたのだった。子供たちは秋になるとそれらの実を取りに来るので、それらのある場所をほとんど暗記していた。 それからまた小鳥の巣のある場所を私に教えてくれたりした。彼らは峠で力持ちなどを売っている家の子供たちであった。大きい方の子は十一二で小さい方の子は七つぐらいだった。三人兄弟なのだがその真ん中の子が村の小学校からまだ帰らぬので峠の下まで迎えに行くのだと言っていた。 子供たちは何を見つけたのか急に私を離れて林の中へ下映えをかき分けながら駆け込んでいったそうして一本のやや大きな干木の下に立ち止まると手を伸ばしてその枝から赤い実をもぎ取っては頬張っていたそれは何の実だと聞いたらグミだと彼らは返事をしたそうして彼らは 時々私の方を振り向いて手招きをしたが私が下映えに邪魔をされてなかなかそこまで行くことができずにいると大きい方の子がその実を少しばかり私のために持ってきてくれた私は子供たちの真似をしてそれを一つずつこわごわ口に入れてみたなんだか酸っぱかった私はしかし それをみんなうして子供たちが低い枝にあった実をすっかり食べ尽くしてしまうと今度は高くて容易に手の届きそうもない枝をしきりに手繰ろうとしては失敗しているのを私は根気よくむしろ面白いものでも見ているように見入っていた子供たちはまた林の中のいろいろな抜け道を 私に教えてくれようとしたそうして急な草深い斜面をずんずん駆け下りていった私はそのあとから危なかしそうな足つきでついていったほとんどどこからも日の差し込んでこないくらい木立が密生して枝と枝との入り混じっているところもあったかと思うと急に私たちの目の前が開けて ちょっとの間何も見えなくなるくらい明るい林の中の空き地があったりした。私たちがそういう林の中の空き地の一つへたどり着いたとき、突然一つの小石がどこからともなく飛んできて、私たちの足元に落ちた。その飛んできたらしい方を私たちがまぶしそうに振り向いた途端、数本のブナを背にしながら、 ほとんど垂直なほど急な勾配のわら屋根を持った窓も何にもないような異様な小屋の影へ小さな黒い人影が隠れるのを私たちは認めたそれを知ってもしかし私の小さな同伴者たちは何ものの人ろうとせずかえって私に向かって何かその言い訳でもしたいようなそしてそれを 私に言い出したものかどうかとためらっているような複雑な表情をして私の方を見上げているので私は不審そうにあの子はバカなのかいと聞いた子供たちは顔を見合わせていたそれから大きい方の子が小声で私に答えたそうじゃないよあれは気違いの娘だ うん、それであんな変な家にいるんだねあれは氷蔵だあの向こうの家だしかしその氷蔵だという異様な格好をしたわら小屋に遮られてその家らしいものの一部分すら見えないところを見るとおそらく小さな掘立小屋かなんかに違いなかった「きちがいっておとっつゃんがかい?」。 兄も弟も同時に頭を振った。じゃあ、お母さんの方だね。うん。そう答えてから、兄は弟の方を見いみい、誰に言うともなく言った。時々、川の中でどなっているな。俺も一度向こうの川で見た。弟の返事である。向こうってどこだ 向こうの方だ。弟はなんだか自信のなさそうな今にも泣き出しそうな顔をして漠然とある方向を私に刺してみせたそうか私は分かったようなふりをしたお父っつんは何をしているんだきこりだなと今度はまた兄が弟の方をみいみい んなとっちゃんだ弟は顔をしかめながらそれに答えた。氷蔵の陰から再びちらりと小娘らしい顔が出たようだったけれど私たちの方からはちょうど逆光線だったのでよくもそれを見分けないうちにその顔はすぐ引っ込んでしまった。それっきりその小娘は顔を出さなかった。 ただ私たちは、それから間もなく、異様な叫びを耳にした。それは、その小娘が私たちを罵ったのか、それとも私たちには見えぬ小屋の中から、その小娘に向かってそれが叫ばれたのか、それともまた、その裏の林の中で、山場でも泣いたのだろうか。ともかくも、 その得体の知れぬアクセントだけが妙に私の耳にこびりついた。が私たちは無言のままただちょっと足を早めながらその空き地を横切っていった。私たちはそれから再び林の中へ入った。その中へ入ると急に薄暗くなったようだけれど私たちの眼底には 今の空き地の明るさがこびりついているせいか、しばらく私たちの周りには、一種異様な薄明かりが漂っているように見えた。そんな林の中をずんずん先になって駆け降りていく子供たちの後についていきながら、彼らが未だになんとなく興奮しているらしいのを、私は漠然と感じていた。そうして、 こんな風に彼らと一緒に峠を降りていく私は、一体彼らにはどんな人間に見えているのだろう、と、そういう現在の私自身にも興味を持ったりした。峠を降り切ったところにかかっている白い橋の上に、小さな男の子が一人、かばんを背負ったまましょんぼりと立っていた。 私の連れ立っている子供たちが、その男の子に同時に声をかけた。彼らを見ると、その男の子はにっこりと微笑した。が、私にも気がつくと、人見知りでもするかのように、橋の下の渓流の方へ、その小さな顔を背けた。私も私で、しばらくその渓流をぼんやり見下ろしていた。 さっき林の中の空き地で子供の一人が漠然と刺したそのずっと上流にあたる方を心の内に描きながらそれから私は三人の子供たちに小銭を少し与えて彼らと別れた雨が降り出したそしてそれは降り続いた ととうとう梅雨期にっったのだった。のだそんな雨がちょっとおやみになり峠の方が薄明るくなってそのまま晴れ上がるかと思うと峠の向こう側からやっとはい上がってきたように見えるノームが峠の上方を一面にかぶさりやがてその霧がさーっと一気に駆け下りてきてたちまち村全体の上に広がるのであった。 どうかすると、そういう霧がずんずん薄らいでいって、雲の割れ目から、墨れ色の空がちらりと見えるようなこともあったが、それはほんの一瞬間霧で、霧はまた次第に濃くなって、それがいつの間にか小雨に変わってしまっていた。私はその暗い雲の割れ目からちらりと見える、何とも言えずに綺麗な、 そのすみれ色がたまらなく好きであった。そしてそれはほとんど日課のようにしていた長い散歩が雨のためにできなくなっている私にとってはたとえ一瞬間にもしろそれが見られたらそれだけでもその日の不良が償われたようにさえ思われたほどであった。お前のかわいい目のすみれ。 そんなうろ覚えのハイネの詩の切れっ端が私の口をふとついて出る。ふん、あいつの目がこんなすみれ色じゃなくって幸せというものだ。そうでなかった日にゃ、俺もハイネのようにこうつぶやきながら嘆いてばかりいなきゃなるまい。お前の目のすみれはいつもきれいに咲くけれど。あ,あ お前の心ばかりは枯れ果てた。そんな鬱陶しいような日々も、相変わらず私の小説の主題は、私からともすると逃げていきそうになるが、私はそれをば辛抱強く追い回している。私が最初に計画していたところの、私自身を主人公とした物語を書くことは、とっくに断念していたけれど。 私はそれの代わりに、その物語の主人公には、一体どんな人物を選んだらいいのか、それからして、もう迷っていた。どうにか一方の老情は、私の物語の中に登場させることはできても、もう一方の方は、台所で皿の音ばかりさせているきりで、いつまでたってもベランダに出てこようとしない、 二人の老嬢たちの話。冬になるとすっかり雪にうずまってしまうこんな乾燥に、一人の看護婦を相手に暮らしている老医師と、その美しい野原の話。時々気が狂って、渓流の中へ飛び込んでは罵ののりはめいているという、木こりの妻と、その小娘の話。そういうような人たちの、 とりとめもないイマージュばかりが、私の心にふと浮かんでは、ふと消えていく。ある午後、雨のちょっとした晴れ間を見て、もうぽつぽつ外人たちの入り出した別荘の並んでいる水車の道のほとりを私が散歩をしていたら、チェッコスロバキア公使館の別荘の中から、誰かがピアノを稽古しているらしい音が聞こえてきた。 私はその隣のまだ空いている別荘の庭へ入り込んでしばらくそれに耳を傾けていた。バッハのトタンチョウの風画らしかった。あの一つのメロディーが繰り返され繰り返されているうちに曲が少しずつ展開していく。それがまたさらに稽古をしているために三四回ずつ一ところを繰り返されているので 一層それがたゆたいがちになっているそれを聞いているうちに私はまるでマにでも疲れたような薄気味の悪い笑いを浮かべ出していたそのピアノの音のたゆたいがちな効果がこのころの私の小説を考え悩んでいるそのうちにそれがどうやら少しずつ発展してきているような気もする そういった私のもどかしい気持ちさながらであったからだ。ある朝、また雨らしいな、とため息をつきながら、私が雨戸をくろうとした途端に、その節穴から明るい外光が漏れてきながら、障子の上にくっきりした小さな楕円形の額縁を作り、その中に、 数本のカラマツのミニチュアを逆さまに描いているのを認めると、私は急に胸を弾ませながら、できるだけ早くと思って、そのため帰って手間取りながら雨戸を開けた。私が寝床の中で雨音かと思っていたのは、それらのカラマツの細かい葉に溜まっていた雨粒が、絶えず屋根の上に落ちる音だったのだ。 私はさてまぶしそうな目つきで青空を見上げた。私は寝巻きのまま一度庭の中へ出てみたがそれから再び部屋に帰りそして富良野の散歩服に着替えながら早朝の子外へと出て行った。私は教会の前を曲がってその裏手の土地の林を突き抜けて行った。 私は時々青空を見上げた。いかにもまぶしそうに顔をしかめながら。私が小さな美しい流れに沿うて歩き出すと、その道にずっとささべりをつけている野いちごにも、ちょっと人目につかないような花がいっぱい咲いていて、それがある素晴らしいもののほんの小さなプレリュードだと言ったように私を迎えた。 私は例の木橋の上まで来かかると、どういうつもりか自分でもわからずに、二三度その上を行ったり来たりした。それからやっと、まるで足が地上につかないような歩調で、サナトリウムの裏手の生け垣に沿うて行った。私は最初のいくつかの野らの茂みを、一種の困惑の中にうっかりと見過ごしてしまったことに気がついた。 それに気がついたときは、すでに私は彼らの発散している。そして雨上がりの湿った空気のために一所に漂いながら散らばらないでいる異常な香りの中に包まれてしまっていた。私は彼らの白い小さな花を見るよりも先に、彼らの発散する香りの方を最初に知ってしまったのだ。 しかし私は立ち止まろうとはせずに、なおも歩き続けながら、私は今すれ違いつつある、一つの野原の上に、私のおずおずした最初の視線を投げた。私は、私の胸のあたりから何かを訴えでもしたいような目つきで、私をじっと見上げている、その小さな茂みの上に、 最初二つ三つばかりの白い小さな花を認めたきりだった。が、その次の瞬間には、私はその同じ茂みのうちに、ほとんど二三十ばかりの花と、それとほとんど同数の半ば開きかかった蕾とを数えることができた。それはごくわずかの間だったが、そんなふうに私が、 自分の視線の中に自分自身を集中させてしまってからというもの、そんなにも群がっているそれらの花が、もうさっきのように良い匂いがしなくなってしまっていることに私は驚いた。そして改めてそれを嗅ごうとすると、そうするだけ一層それは匂わなくなっていくように見えた。私は注意深く歩き続けながら、 じゅんぐりにいくつかの野らの木とすれ違っていったが、とうとう私はいつかレイノルズ博士がその上に身をこごめていた一つの茂みの前まで来た。私は思わずそこに足を止めた。そうして私はその野らの前にただ傍然として何を考えていたのか。 あとで思い出そうとしても思い出せないようなことばかり考えていた。どれよりも最も多くの花を群がらせているように見えるその野原とそっくりそのままのものを、どこかで私は一度見たことがあるように思えて、それをしきりに思い出そうとしていたかのようでもあった。それは 少し長い方針状態の後では、しばしば私にやってくるところの一種独特の錯覚であった。方針のあまりに、現在そのものの感じがなくなり、私は現在そのものをしきりに思い出そうとして焦っているのかもしれなかった。それから私は、再び我に帰って歩き出した。 私の創ていく生け垣には、それらの野らが同じような高さの他の漢木の間に混じりながらいくらかずつの間を置いては並んでいるのだった。あたかも彼らがある秘密な法則に従ってそう配置されてでもいるかのように、そしてその微妙な完結が、 ほとんど足が地につかないような歩調で歩きつつある私の中にいつの間にかほとんど音楽の与えるような一種のリズミカルな効果を生じさせていたそうしてそれに似たある思い出を今度はさっきと異なって鮮明に私のうちによみがえらせるのであった10年ぐらい前のある夏休みに 私が初めてこの村へ来た時のこと。宿屋の裏から水車場のある道の方へ抜けられるようになっている、やっと一人だけ通れるか通れないくらいの狭い小さな坂道を登っていこうとした途中で、私はその坂の上の方から数人の少女たちが笑いさざめきながら駆け下りるようにしてくるのに出会った。 私はそれを認めると、そういう少女たちとの出会いは、私の始終夢見ていたものであったにもかかわらず、私はよっぽど途中から引っ返してしまおうかと思った。私は躊躇していた。そういう私を見ると、少女たちは一層笑い声を高くしながら、私の方へずんずん駆け下りてきた。そんなところで引っ返したりすると、 余計自分が彼女たちに滑稽に見えはしまいかと私は考え出していた。そこで私は思い切ってがむしゃらにその坂を登っていった。すると今度は少女たちの方で急に黙ってしまった。そうしてやっと笑うのを我慢しているとでも言ったような意地悪そうな目つきをして道端のちょうど彼女たちのせいぐらいある 干木の茂みの間に、一人一人半身を入れながら、私の通り過ぎるのを待っていた。私は彼女たちの前をできるだけ早く通ろうとして、そのため帰って長い時間かかって、心臓をドキドキさせながら通り過ぎていった。その瞬間私は自分の周りにさっきから再び漂い出している、 いな香りに気がついて驚いた私がそんなふうに私の視線を自分自身の内側に向け出してひょいと野原のことを忘れていたらそういう気まぐれな私を責め訴えるかのようにその花々が私にさっきの香りを返してくれたのだったそうそれらの少女たちの形づくった生け垣は ちょうどお前たちにそっくりだったのだ。私はその朝はどうしたのか、クレゾールの匂いのプンプンするサナトリウムの手前から引っ返した。その向こうには、その思いがけない美しさで、ひととき私の心を奪っていたアカシアの花が、一週間近い雨のためにすっかり散って、それが川べりの道の上に、 ところどころひとかたまりになりながら落ちているのがずっと先の先の方まで見通されていたそれから数日間今度はお天気のいい日ばかりが続いていた毎朝私は起きるとすぐそのあたりまで散歩に行ったしかし私はその花をつけた生け垣の前に あんまり長いこと立ちも通っていないで、それにそうて素通りしてくる霧の方が多かった。私はいわば、ただその生け垣に、間欠的に群がりながら花をつけている野原の与える音楽的効果を楽しみさえすればよかったのであるから。だからある時などは、それのみを楽しむために、私はわざと よそっぽを見ながら歩いたりしたある朝私はそんなふうにサナトリウムの前まで行ってすぐそのまま引っ返してくると向こうの小さな木橋を渡り今その生け垣にさしかかったばかりのレイノルズ博士の姿を認めたすぐ近くの自宅から病院へ出勤してくる途中らしかった 片手に太いステッキを持ち、他の手でパイプを握ったまま、少し猫背になって、生垣の上へ気遣わしそうな視線を注ぎながら、私の方へ近づいてきた。が、私を認めると、急にそれから目を離して、自分の前ばかりを見ながら歩き出した。そんな気がした。私も私で、 そんな野原などには目もくれないもののように、そっぽを向きながら歩いていった。そうして私は、すれ違いざま、その老人の焦点を失ったようなうつろな眼差しのうちに、彼のおかしいほどな老媒と、私を気づまりにさせずに置かないような彼の不機嫌とを見抜いた。それから数日後の、 ある朝だった。だんだんに夏らしい色を帯び出してきた美しい空が私にだけ突然物悲しく閉ざされてしまったように見えた。毎朝のようにそれに沿うて歩きながらしかしよく注意して見ようとはしないでいた野らの白い小さな花がいつの間にやらほとんど全部蝕まれて それに大花色の汚らしい斑点がどっさりできてしまっていることに、その朝、私は初めて気がついたのだった。数年前までは、半分壊れかかった水車が、ごとごと音を立てながら回っていた小さな流れのほとりには、その大抵が、 三四十年前に外人の建てたといわれる古いバンガローが雑木林の間に立ち並んでいたが、そこいらの小道はそれが行き詰まりなのか、通り抜けられるのか、ちょっと区別のつかないほどややっこしかったので、この村へ最初にやってきたばかりの自分には、私は一人で散歩をするときなどは本当にまごまごしてしまうのだった。 確かに抜け道らしいんだが、その小道は突然外人たちのお茶などを飲んでいるベランダのすぐ横を通ったりするのだった。そういう指導なのか抜け道なのかわからないようなある小道に、またしても踏み込んでしまった私は、私の背ぐらいある干木の茂みの間から、不意に私の目の前が開けて、 そこの突き当たりにベランダがあり、塔の寝椅子に一人の単青色のハーフコートを着て、ふっさりと髪を肩へ垂らした少女が、物うげにもたれかかっているのを認め、のみならず、その少女が私の足音を聞きつけて、ひょいと私の方を振り向いたらしいのを認めるが早いか、私は顔をあからめながら、その少女をよく見ずに、 あわててそこからひっししてしまった。その時もし私がその少女をもっとよく見たらそれが数日前に私が宿屋の裏の狭い坂道ですれ違った数人の少女たちのうちの一人であることに気がついて私の老媒はもっと大きかっただろうにこのごろ買ったばかりらしい青々とした芝生が その時には、その少女の座っていたベランダを、こっちからは見えなくさせていた、一面の干木の茂みに変えられて、そうして今、私のぼんやり立っているこの小道から、その芝生を真っ白い柵が鮮やかに区切って、そのように、すべてが変わっていた。今、私にまざまざとよみがえってきたところの、 そういうような最初に私が彼女に会った当時の彼女の初う々うしい面影と数ヶ月前最後に会った時のそしてその時から未だに私の目先にちらついてならない彼女の冷ややかな面影となんと異なって見えることか彼女の要望そのものがそんなにも変わったのかそれとも私の中に そのイマージュが変わったのか、私は知らない。しかし何もかも、おそらく私自身も変わってしまったのだ。私はその時、向こうの方から何かを重そうに担いながら、私の方に近づいてくるものがあるのを認めた。それは、シダを背負っている宿のジいやであった。 私はいつか彼の話していたシダのことを思い出した。私はじいやの言うがままに彼についてその庭の中へおぞおずと入っていった。そうしてじいやが庭の一隅にそのシダを植えつけている間私は黙ってベランダの床板に腰掛けていた。じいやは時々シダを植えつける場所について私に助言を求めた。 そのたびごとに私の胸は締めつけられた。一通りみんな植えつけてしまうと、じいやは私のそばに腰を下ろした。私の与えたきバコを彼は耳に挟んだきり、それを吸おうとはせずに自分の腰からなたまめのキセルを抜いた。私は普段の無口な習慣から抜け出ようと努力しながら、 これもまた紀元会らしいじいやを相手に世間話をしだした。じいやさん峠の途中に気違いの女がいるそうだけれどそれは本当なのかいへえかわいそうに少し気が変なんでございますよ。仙にはうちでもちょいちょい何かくれてやりましたものでよく山からニコニコしながら。 いろんな花を取ってきてくれたりしましたっけがただそいつの亭主というのが大変なやつでしてねこっちからわざわざ何か持っていってやったりしますといつも酔っ払っていちゃくれるというものならもらっといたらいいじゃねえかとカカアの気の毒があるのをしっかりつけようっていった調子なんですからねそれで こっちでもだんだん情が通わなくなってきてこのごろじゃあもうちっともかまいませんです。なんだってねその気違いって時々川の中へ飛び込むんだってね。へえそんな人騒がせなことも時々ありますがあれはどうも少し狂言らしいんでそうなのかいどうしてまたそんな。 私は、ふと口ごもりながら、あの林の中の空き地にあった異様な格好をした氷蔵だの、その裏の方でした得体の知れない叫び声だのを思い浮かべた。そうして、それらのものをまだにこんなにも異常に私に感じさせている、峠の子供たちの不思議な領分の上を思った。子供たちよ。 よし大人たちにはそういう強行が偽物に見えようとも、お前たちはそんな大人たちには閉ざされている、お前たちだけのその領分の中で遊べるだけ遊んでいるがいい。ジーやとの話は私の展開さすべく悩んでいた物語のもう一人の人物の上にも思いがけない光を投げた。それは あの40年近くもこの村に住んでいるレイノルズ博士が村中の者からずっと憎まれ同士であるということだった。ある年の冬、その老医師の自宅が留守中に火事を起こしたことや、しかし村の者は誰一人それを消し止めようとはしなかったことや、そのために老医師が二十数年もかかって研究して書いていた論文が、 すっかり怪人に帰したことなどを話した。ジーアの話の様子では、どうも村の者が放火したらしくも見える。なぜそんなにその老医師が村の者から憎まれるようになったかは、ジーアの話だけではよくわからなかったけれど、私もまたそれを執要に尋ねようとはしなかった。それ以来、 老医師はその妻子だけをスイスに返してしまい、そして未だにどういう気なのか頑固に一人きりで看護婦を相手に暮らしているのだった。私はそんな話をしているジーヤの無表情な顔の中に、かつて彼自身もその老外人に一種の敵意を持っていたらしいことが、一つの傷のように残っているのを私は認めた。 それは村の者の,の愚かしさのしるしであろうかそれともその老外人のカタクな気質のためであろうかそういうような話を聞きながら私は自分があんなにも愛した彼の病院の裏側の野原の生け垣のことを何か切ないような気持ちになって思い出していた私はベランダの床板に腰掛けたきり、 じいやがまたどこからかシダを運んでくるまで様々な物思いにふけりながら待っていたそれからまたじいやのシダを植えつけるのをしばらく見守っていたしかし今度は黙ったままでそうして私は老人の動かしている不気味に骨張った手の甲を目で追っているうちにふいと巨人の椅子のことを思い浮かべた 私はじいやがシダをすっかり植え終えるのを待とうとしないで、じいやと別れた。それから数分後に、私はその大きな岩を目の当たりに見ることのできる、例の見捨てられたビラの庭の中に自分自身を見いだした。そのビラに昔住んでいた二人の牢情のことについては、じいやも私に何にも知らせてくれなかった。 ああ、セーモールさんですかと言ったきりだった。何か知っていそうだったが、もう忘れてしまったらしかった。そうして、ただ不機嫌そうに黙っていた。そうすると、それを知っているのはお前だけだがなあ。と私は、今私の家宝に横たわっている高原一帯を隔てて、 私と向かい合っているはるかかなたの巨人の椅子をあたかもその辺りに見えない巨人の姿を探してでもいるかのような目つきでまじまじと見守っていただんだんに日が暮れ出した私のすぐ足元のいつかその赤い屋根に交尾している小鳥たちを見いだしたビラはもう人が住まっているらしく 窓がすっかり開け放たれて、大々色のカーテンの揺らいでいるのが見えた。時折御用聞きが、その家のところまで自転車を重そうに押し上げてくるらしい音が、私のところまで聞こえてきた。もうそろそろ、私もこれまでのように、この空き家の庭でぼんやりしていられそうもないなと思った。そんな気がしだすと、なんだかもう、 これがその最後の時ででもあるかのように、私は私のすべての注意を、半分はこの荒廃したビラそのものに、半分はこの高みから見下ろせる一体の美しい村、その森、その花咲けるの、その別荘、それからもう霞みながらよく見えなくなりだしたおかおかの日だ。 それだけがまだ黒々と残っている巨人の椅子などに傾け出していた。それにもかかわらず、私は時々、ややもすると、それらのものことごとくを見失い、そしてまるっきり放心状態になっている自分自身に気がついて、思わずドキッとするのだった。突然、ちょうど私の頭上にある、 その周囲だけもうすっかり薄暗くなっている大きなもみのほとんど水平に伸びた枝の一つにバタバタとびっくりするような羽音をさせながら一羽の山鳩が飛んできて止まった。そうしてそんなところに私のいることに向こうでも驚いたように再びすぐその枝から薄暗いために一層大きく見えながらそれは飛び去っていった。 あたかも私自身の遺でそのものであるかのごとく、重々しく羽ばたきながら、そしてその翼を不気味に青く光らせながら。夏、突然私の窓の面している中庭の、とっくにもう花を失っているツツジの茂みの向こうの別館の窓際に、 一輪のひまわりが先でもしたかのように、なんだか思いがけのないようなものが、まぶしいほど日にキラキラと輝き出したように思えた。私は、やっとそこに、黄色い麦わら帽子をかぶった、背の高い、痩せぎすな一人の少女が立っているのだということを認めることができた。誰かを待っているらしいその少女は、 さっきから中庭のあちらこちらに注意深そうな視線をさまよわせていたが、最後にその視線を離れの窓から彼女の方をぼんやり見つめていた私の上に置いた。そんな最初の出会いの時には、大概の少女たちは自分が見つめられていると思うものからわざとそっぽを向いて、 自分の方ではそのものに全く無関心であることを示したがるものだが、そんな周知と高慢さとの入り混じった視線とは異なって、私の上に置かれているその少女の率直な好奇心でいっぱいなような視線は、私にはまぶしくって、それから目をそらさずにはいられないほどに感じられたので、私はその時の彼女、 最初に私の目の前に現れた時の彼女については、そのややまぶかに被った黄色い帽子と、その唾の陰にキラキラと光っていた特徴のある眼差しとより他には、ほとんど何も見覚えのないくらいであった。やがて、別館から彼女の父らしいものが姿を現した。そしてその二人連れは、 私の窓の前を斜めに横切っていったが、見ると彼女はその父よりも背が高いくらいであった。そしてその父らしいものが彼女にしきりに話しかけるのに、彼女はいかにも気がなさそうに返事をしながらいつまでも私の方へツツジの茂み越しにその特徴のあるまなざしを注ぎ続けていた。 その二人が中庭を立ち去ってしまった後も、私はしばらく今しがたまでその少女がひまわりのように立っていた窓際の方へ少しうつろになった眼差しをやっていたが、ふと気づくとそこいら辺の感じがそれまでとはなんだかすっかり変わってしまっているのだ。私の知らぬ間にそこいら一面には 夏らしい匂いが漂い出しているのだった。その日の夕方の別館の方への私の引っ越し、今まで私の一人で暮らしていた古い離れが修繕され始めるので、その次の日のその少女の父の出発、それから他にはまだ一人も滞在客のないそんな別館での、 その少女と二人っきりの背中合わせの暮らし。しかし私は毎日のようにほとんど部屋に閉じこもった霧で自分の仕事に没頭していた。その私の書きつつある美しい村という物語は、六月頃からこの村に滞在している私がそんなまだ季節外れの すっからかんとした高原で出会ったことを、それからそれへと書いていったものだった。そうして私は、ちょうど今、私がそれまで昔の恋人に対する一種の古虜から、その物語の裏側から、そしてただ、それによってその淡々とした物語に、ある物悲しいニュアンスを与えるばかりで満足しようとしていた。 この村での数年前の彼女たちとの華やかな交際の思い出、ことにこの村での彼女たちとの最初の喜ばしい出会いを、とある日、道端に咲き揃っている野らの花が、まざまざと私のうちによみがえらせ、それがついに思いがけぬ出口を見つけた地下水のように、その物語の静かな表面に、こんこんと湧き上がってくるところを、 書き終えたばかりのところだった。そうして、そういう昔のさまざまな喜ばしい出会いの追憶にふけっている暇もなく、すでに私から巣立っていったそれらの少女たち、ことにそのうちの一人との気まずい再会を恐れて、季節に先立ってこの村を立ち去ろうとする、そんな私の悲しい決心を、 その物語の決備として私はこれから書こうとしているところだった。私の新しい部屋は別館の2階の奥まったところで南向きの窓がありそしてその窓からは数本の大きな桜の峰越しに向こうの小高い水車の道に面しているいくつかのビラの裏側がちらちらと見えていた。 そしてその窓のすぐ下を、私がそれらの少女たちと初めて出会ったところの、例の抜け道が、小さな坂になりながら、干木の中に細々と通っているのだった。私は私のやりかけている仕事から気持ちをそらすまいとして、私とたった二人きりでその別館の中に暮らし出している、その未知の少女とは、 わわざと背中を向き合わせてばかりいた。そのくせ私は私の窓のすぐ下を通っているその坂道を毎朝一定の時刻に絵の具箱をぶら下げながらその少女が水車の道の方へと登っていくのを見逃したことはなかったちょうど午前中のその時刻の光線の具合で木漏れ日がまるで地肌をひょうの皮のように美しくしている。 その小さな坂を、ややもすると滑りそうな足つきで登っていく、その背の高い痩せぎすな後ろ姿を見送りながら、その上の水車の道に出て、さて、それから彼女はどの小道をどう通って、どんな場所へ絵を描きに行くのだろうかと、そこいらの林の中の小道が実にややこしく、 私自身も初めてこの村へ来た当時は何度も道に迷ってしまったくらいではあったしそれにまたそんなことからして一人の少女と私との奇妙な近づきが始まったりしたので私は絵を描く場所を探しながらそんな見知らぬ小道をさまよっているらしい彼女のことをなんとなく気遣わしく思っていた。 しかし私は最初のうちはその少女をただそんな風に私の窓からだのあるいは廊下などでひょっくりすれ違いざま目と目とを合わせないようにしてそっと盗み見ていたきりであったそんな具合で私は彼女の顔をまだ一度もまともに眺めたことがなくそれに私の見たときはいつも静止していないで しかもそれぞれに異なった角度から光線を受けていたせいか、見るたびごとにその顔は変化していた。ある時は、そのややまぶかにかぶった黄色い麦わら帽子の下から、その半陰影の中にそれだけが顔の他の部分と一緒に溶け込もうとしないで、大きく見開かれた目がキラキラと輝いていた。また、そんな帽子をかぶらずに、 庭園の中などで顔いっぱいに強い光線を浴びながらまぶしそうにその目を半分閉ざしているおかげで平成の特徴を半分しないながらそしてその代わりにその瞬間までちっとも目立たないでいた唇だけがいちごのように鮮やかに光りながらほとんど前のとは別の顔に変わってしまうこともあった。 そのうちに私たちがやっと短い会話を取り交わすようになり、それとともにしばしば私は彼女の顔をまともから眺めるようになったのにもかかわらず、彼女の顔がなおも絶えず変化しているのに驚いた。ある時はその顔はあんまり血色がよく、すべすべしているので、私のためらいがちな視線は いくどもその上でからす滑りをしそうになった。また他の時は少し疲れを帯びたように沈んで不透明でその皮膚の底の方にはなんだか墨い色のようなものが漂っているように見えた。そうかと思うとその皮膚がすっかり透明になりポーっと内側からバラ色を帯びているようなこともあった。時々 以前に見たのとどこか似たような顔をしていることもあった。が、その顔は決して二度と同じものであることはなかった。ある日のこと、私は自分の美しい村のノートとして、いたずら半分に色鉛筆でもって丹念に書いた、その村の手製の地図を、彼女の前に広げながら、その地図の上に万年筆で、 まるでスイスあたりの田舎にでもありそうな小さな橋だの、ビラだカラマツの林だのを印ししつけながら、彼女のために私の知っているだけの絵になりそうな場所を教えた。その時私のそんな怪しげな地図の上に熱心に覗き込んでいる彼女の横顔をしげしげと見ながら、私は一つのほくろが その耳の付け根のあたりに浮かんでいるのを認めた。その時までちっともそれに気がつかないでいた私には、なんだかそれは、今知らぬ間に私の万年筆から跳ねたインクのシみかなんかで、拭いたらすぐ取れてしまいそうに思えたほどだった。翌日、私は彼女が私の貸した地図を手にして、早速私の教えた、 さまざまな村の道を一通り見歩いてきたらしいことを知ったそれほど私の助言を素直に受け入れてくれたことは私になんとも言いようのない喜びを与えたそんな村の地図を手にして彼女が一人で散歩がてら見つけてきたあるささやかな渓流のほとりのコウモリのように枝を広げた 一本ののの木の下に、彼女が画家を据えている間私はその画家のそばから数本のアカシアの枝を透かしながらくっきりと見えているほど遠くの真っ白な小さな橋を初めて見でもするように見入っていたそれは6月の半ば頃私が峠から一緒に降りてきた二人の子供たちと別れた あの印象の深い小さな橋であった。私は彼女がしゃがみながらパレットへ絵の具をなすりつけ出すのを見ると、彼女の仕事を妨げることを恐れて、そこに彼女を一人残したまま、その渓流に沿うた小道をブラブラ上流の方へと歩いて行った。しかし私は絶えず私の背後に残してきた彼女にばかり気を取られていたので、 私の行く手の小道の曲がり角の向こうに一つの小さな干木がまるで私を待ち伏せてでもいたように隠れていたのに少しも気づかずにその曲がり角を無造作に曲がろうとした瞬間私はその干木の枝に私のジャケツを引っ掛けて思わずそこに足を止めた見るとそれは一本の花を失った野原だった 私はやっとのことで、その鋭い棘から私のジャケツを外しながら、私は改めてその花のない野らを眺め出した。それが白い小さな花をいっぱいつけていた頃には、あんなにも私がそれで楽しんでいたくせに、それらの花が一つ残らずどこかに立ち去ってしまった今は、そんな干木のあることにすら、 全然気づこうとしなかった私に対して、それが精一杯の復讐をしようとして、そんなふうに私のジャケツをかみ破ったかのようにさえ、私には思えた。そういう花のすっかりなくなった野らをしばらく前にしながら、私はいつか知らず知らずに、それらの白い小さな花のように、どこへともなく、 私から去っていった少女たちのことを思い出していた。このごろ、ともすると、一人の新しい少女のために、そんな昔の少女たちのことを忘れがちであったが、そういえば、彼女たちがこの村においおいとやってくる時期も、もう間近に迫っているのだ。彼女たちが来ないうちに、 私はこの村をさっと立ち去ってしまった方がいい。そうしなくっちゃいけない。そう自分で自分に言って聞かせるようにしながら、その一方ではまた、このごろやっと自分の手に入りかけている新しい幸福を、そうあっさりと見捨てていけるだろうかどうかと疑っていた。そうして私は、 自分の気持ちをそのどちらにも片づけることができずに自分で自分を持て余しながらかれこれ一時間近くもその山道をさまよっていた。そうしてそのあげく私がやっと気がついた時にはそんなふうに歩きながら自分でも知らずに何度も指で引っ張っていたものと見えて。 私のネズミ色のジャケツの肩のところにできたその小さなほころびはもう目立つくらいに大きくなっていた。私はとうとうきびすを返して再び渓流図いにその山道を降りてきた。そうして私は自分の行く手に真っ白な小さな橋と一本の大きなコウモリのようなもみの木を認め出すと。 私は少し歩みを緩めながらわざと目をつぶった。その木陰になって見えずにいるものを私のすぐ近くに不意に思いがけぬもののように見いだしたかったのだ。とうとう私は我慢しきれずに私の目を開けてみた。しかし彼女は私からまだ十数歩先のところにいた。 そうしてその木陰にしゃがみながら、それまでパレットを削っていたらしい彼女が、その時、つと立ち上がって、私には少しも気がつかないように、書きかけのカンバスを画家から取り外すと、それを道端の草の上へ、いかにも投げやりに、乱暴なくらいに放り出したところだった。放り出された大きなカンバスは、 しかし、一人でにふんわりとなりながら、草の上へ倒れていった。それを見ると、私は彼女のそばへ駆けつけた。僕が持っていてあげよう。いいわ。いつも一人でするんですから。いじわる。いじわるでしょ。私は彼女とそんなふうに子供らしく言い合いながら、 無理にカンバスをひったくるとそれを自分の肩にあてがいながら彼女と並んで村の街道を宿屋の方へと歩いていった時折私たちは散歩をしている西洋人や村の子供たちとすれ違った彼らの物珍しそうな視線は私たちをことにまだこの村になれない彼女を気づまりにさせているらしかった 私は私で、そういう彼女を務めて気軽にさせようと思って、私の空いている方の手を自分の肩の上へやりながら、ほら、こんな穴ができちゃった。さっき一人で散歩しているとき、野らに引っかかったのさ。そう言って、その肩の穴がもっと大きくなるのも構わずに、それをよく彼女に見せようとして、 自分のジャケツを引っ張って見せたりした。そうして私はこんなにまで私と打ち解け合い出しているこの少女を振り捨てて自分一人この村を立ち去るなんぞということは到底できそうもないと考え出していた。私の美しい村は予定よりだいぶ遅れて ある日のこと、やっと脱をした。すでに7月も半ばを過ぎていた。そうして私は、それを書き上げ次第、この村から出発するつもりであったのに、私はなおもそういう一人の少女のために、一日一日と私の出発を延ばしながら、私がその物語の背景に使った季節前の 気味悪いくらいにひっそりした高原の村が、次第次第に夏のシーズンに入り、それと同時にこの村にも、ぽつぽつと避暑客たちが入り込んでくるのを、私はなんだか胸を締めつけられるような気持ちで、目の当たりに迎えていた。私はしばしばその少女と連れ立って、夕食後など、宿の裏の、 西洋人の別荘の多い水車の道のあたりを散歩するようになっていた。そんな散歩中、時折ひと前までは私と一緒に遊び戯れたりしたことさえある村の子供たちと出会うようなこともあったが、彼らは私たちのそばをそしらぬ顔をして通り抜けていった。もう私を覚えていないのだろうか。それとも私が そんな見知らない少女と二人連れなのを異様に思ってそうするのだろうか。しかしそれらの子供たちもそのうちだんだんにそんな林の中で最初のうちは私たちのよく見かけたものだったさまざまな小鳥などとともにその姿をほとんど見せないようになった。そしてその代わり私たちとすれ違いながら 私たちに好奇的なまなざしを投げてゆく散歩中の人々や自転車に乗った人々などがだんだんに増えてきたそれらのうちには私と顔見知りの人たちなども混じっていた私はいつかこんなところをひょっくり昔の女友達にでも愛はしないかと一人で気をもんでいたが時々そんな散歩の途中に ふと向こうからやってくる人々のうちに、遠見がどこかそれらに似たような人があったりすると、私は慌ててその人たちを避けるために、道もないような草の茂みの中へ彼女を引っ張り込んで、何にも知らない彼女を驚かせるようなこともあった。そんなふうに、私は彼女と暮れ方近い林の中を歩きながら、 まだ私が彼女を知らなかった頃、一人でそこいらをあてもなく散歩をしていた時は、あんなにも私の愛していたスイス式のバンガローだの、美しい干木だの、シダだのを彼女に刺してみせながら、私はなんだか不思議な気がした。それらのものが今ではもう私には魅力も何にもなくなってしまっていたからだ。 そうして私は彼女の手前、それらのものを今でも愛しているように見せかけるのに、一種の努力をさえしなければならなかった。それほど私自身は、私のそばにいる彼女のことでいっぱいになってしまっているのだった。そうしてそんな薄暗い道端などで、私は私の方に身をもたせかけて、 それらのものをよく見ようとしている彼女のしなやかな肩へじっと目を注ぎながらそっとその肩へ私の手をかけても彼女はそれを決して拒みはしないだろうと思った。そして私はある時などはその肩へさりげないように私の手をかけようとして彼女の方へ私の上半身を傾けかけた。 私の心臓は急にドキドキしだした。が、それよりももっと激しく彼女の心臓が鼓動しているのをその瞬間私は耳にした。そしてそれが私にそういう愛武をほんのそのデッサンだけで終わらせた。私はまだその本物を知らないのだけれど、それが与えるのと ちっとも違わないようなユニークな快さをそのデッサンだけでもう十分に味わったように思いながら一体水車の道というのは郵便局やいろんな食料品店などのある本通りの南側をそれとほとんど平行しながら通っているのだがそれらの二つの平行線をハスカイに切っている いいくつかの狭い横丁があった。そんな横丁の一つにその村で有名な二軒の花屋があった二軒ともわら屋根の小さな家だったが共にその家の五六倍ぐらいはあるような大きな立派な花畑に取り囲まれていたそしてその二つの花畑を区切って いつも気持ちの良いせせらぎの音を立てながら流れているのは、数年前までそのずっと上流のところで、ごとごとと古い水車を回転させていたところの、あの小さな流れであった。そしてその一方の花畑などは、水車の道を越して、さらにその道の向こうまで氾濫していた。つい先ろまでは、 あんなにどこもかしこも花だらけであったこの村では、この二軒の花屋はほとんどその存在さえ人々から忘れられていたくらいであったが、やがてその季節が過ぎ、それらの野生の花がすっかり散って、それと入れ替わりに今度は、これらの畑で人工的に育て上げられた様々な珍しい花が、一度にどっと咲き出したものだから、 その横丁を通り抜ける者は、誰しもその美しい花畑に瞳を見張らないものはないくらいであった。だが、その二軒並んだ花屋の前を通りすがりに、注意をしてそれらの店の奥に座っている花屋の主人たちに目をとめたものは、一層の驚きのために、その瞳をもっと大きくせずにはいられなかったであろう。というのは、 その一方の店の奥に、きょとんと座っている、白い五番島のシャツを着た、小柄な老人を認めたのち、次の花屋の前に差し掛かると、なんとその奥にも、つい今しがた、もう一方の奥に見かけたばかりのと、寸分も違わない、小柄な老人が、やはり同じような白い五番島のシャツを着て、きょとんと腰をかけ、 往来のの方を眺めているのに気づくだだろうからだただ違うのはそんな二人のそばに座っているのが一方はいつも髪の毛をくしゃくしゃにさせた太っちょの女房であったしもう一方はそれと交代証をしているくらいに痩せっぽちの少しやぶにらみらしい女房であることだつまりその二軒の花屋の老いたる主人たちは ほとんどうり二つと言っていいほどの兄弟なのであった。その上おかしいことには、この花屋の兄弟はとても仲が悪くて、夏場だけはお互いに仲よさそうに口を聞き合いながら商売をしているが、さて夏場が過ぎてしまうと、すぐに証拠りもなく喧嘩をし始め、冬の間などはお互いに一言も口をきかずに過ごすようなことさえ、 あるとということだったそんな風変わりな二軒の花屋のある横丁には道端に数本の小さなもみと楓とが植えられてあったがその一番手前の小さな楓の木についこの間のこと売り物もみ二本楓三本という真新しい木札がぶら下げられたそして今や その横丁の両側の花畑には、ひまわりだの、ダリアだの、その他さまざまの珍しい花が真っ盛りであった。私は、そんな二軒の花屋の物語を彼女に聞かせながら、その私の大好きな横丁へ彼女の注意を向けさせた。水車の道の上へ大きな枝を広げている 一本の古い桜の木の根元からその道から一段低くなっている花畑の向こうに店の名前をローマ字で真っ白にくり抜いた空色の看板がさまざまな紅だの黄色だのの花とすれすれの高さにしかしそれだけくっきりと浮いて見えているそんな角度から見た一軒の花屋の屋根とその花畑を 彼女はある日から五十号のカンバスに描き出した。しかし、その水車の道は、その辺の別荘の人たちが割合に行き来するので、彼女の周りにはすぐ人だかりがして困るらしかったが、私は一遍もその絵を描いている場所へ近づこうとはしないでいた。そんな人目につきやすい場所で、私が彼女と親しそうにしているのを、 私の顔見知りの人々に見られたくなかったからだ。で、私は自分の部屋に閉じこもったきりで、このごろやっと書き上げたばかりの原稿へ、最後の手入れをし続けていた。しかし、その間、一番余計に私の考えていたのは、やっぱり彼女のことであった。が私は、その花屋を描いているところを、遠くからなりと、 一度見ておきたいと思って、ある朝、宿屋の裏の坂を上がりながら、水車の道まで出て行ってみた。そうして私は、その道の向こうの大きな桜の木の下に立って、パレットを動かしている彼女と、それから彼女の横から、そのガフをのぞき込みながら、一人のベレうをかぶった若い男が、 何やら彼女に話しかけているのを認めた。私はそんな男が早く彼女のそばを立ち去ってくれればいいにと少しやきもきしながら待っていた。誰、今の人。やっとその男が立ち去ったのを見ると私は急いで彼女の方へ近づいていきながらいかにも何気なさそうに聞いた。 絵描きさんなんですって。なんだかあんまりいつまでも見ていらっしゃるんで、私嫌になっちゃった。彼女はわざとらしく顔をしかめてみせた。それから少し怖いような目つきをして、花畑の一部を見つめ出した。熱心に絵を描こうとしている時の彼女が、こんな男のような厳しい目つきになるのを私はよく知っていたものだから。 私はそれっきり黙っていた。そんなふうに私がちょっとでも彼女から離れている間に私なしに彼女がこの村で一人きりで知り出しているすべてのものが私にバクとして不安を与えるのだった。ある日彼女は昔はそこに水車場があったと私の教えた場所のほとりで しばしば背中から花籠を下ろして松葉杖にもたれたまま汗を拭いているちんばの花売りを見かけることを私に話した彼女の話すようなものをついぞ見かけたことのない私にはそんなちんばの花売りのようなものと彼女がしばしば出会うことすら自分でもおかしいくらい気になってならなかったある朝 私は私の窓から彼女が絵の具箱をぶら下げて裏の坂を登っていくのを見送った後そのまんまぼんやり窓にもたれているとしばらくしてからその同じ坂を花籠を背負い小さな帽子をかぶった男がぴょこんぴょこんと跳ねるような格好をして登っていくのが認められたよく見ると その男は松葉杖をついているのだ。ああ、こいつだな。彼女がモデルにして描きたいと言っていた、んばの花売りというのは。そういう後ろ姿だけではよくわからなかったが、その男は、この村の花売りどもが大概よぼよぼの老人ばかりなのに、まだ裏若い男らしかった。それが一層、たわの故に、 そんな花売りなんかしていることを物哀れに感じさせた。そうして、その悲しげなチンバの花売りを、私は自分自身の目で見知るや否や、彼女がその姿を絵に描いてみたいと言っていただけでもって、そのチンバの花売りに私の抱いていた軽い嫉妬のようなものは、跡形もなく消え去った。しかし、数日前、 水車の道で彼女に親しげに話しかけていたところを私の目撃したあの絵描きだというベレボをかぶっていた青年はその顔なんか明瞭には覚えていなかったがそれだけ一層その男のバクとした存在は何かしら私を不安にさせずにはおかなかった彼女はその絵描きのことはそれっきり何にも私に話さなかったが ひょっとしたら彼女はそれまでに何遍もその絵描きに出会っており、そして私の知らない間に互いに親しくなり出しているのではないかというような懸念さえ私は持ち始めていた。そうしてある日のこと、そういう私の懸念を一層まさせずには置かないような出会いを私たちはその絵描きとしたのだった。 やっと彼女が花屋の絵を描き上げたので、次の絵を描く場所を探すために、ある晴れた朝、私は彼女と一緒に少し遠いけれど、サナトリウムの方へ久しぶりで出かけてみることにした。私たちが小さな集まりのあるらしい少人数の西洋人の姿が窓越しにちらちら見える教会の前を通り抜けて、その裏の いつも人気のない土地の林の中へ入ろうとした途端、私たちの行く手のその林の中の小道をば、一人の男が帽子もかぶらずにスケッチブックらしいものを手にしながら、ぶらぶらしているのを私たちは認めた。いつかの絵描きさんよ。またお会いしたわ。彼女にそう注意をされるまでは、私はその男が、 このごろ何の理由もなく私を苦しめ出しているそのベレボーの絵描きと同じ男であることには気づかなかったくらいであった。それほど私はその絵描きについては何にも見覚えがなかったのだ。私は私たちの方へぶらぶら歩いてくるその男からは、努めて私の視線を外しながら、急に早口にとりとめもないことを彼女に話し出した。 私は彼女が私の話に気を取られて、その男の方へはあんまり注意しないようにと仕掛けたのだ。しかし彼女は私の言うことにはなんだか気がなさそうに答えるだけであった。そして彼女は私がそばにいるのでひどく曖昧にされたような好意に満ちたまなざしで、その男の方を見つめていた。 少なくとも私には、そんな気がした。すると、その男の方でも、私の知らないこの前の出会いの際に、彼女と交換した親しげな視線の続きとでも言ったような、意味ありげな視線を彼女の方へ投げかけながら、そして思い出し笑いのようなものをふいと浮かべながら、軽く会釈をして、私たちのそばを通り抜けていった。 私はなんだか急に考え事でもしだしたかのように黙り込んだ。私たちはその土地の林を通り抜けて、いつか小さな美しい流れに沿い出していた。しかし私は、今自分の感じていることがどこまで真実であるのか、そんなことはみんな根も葉もないことなんじゃないかと疑ったりしながら、 気難しそうに沈黙したまま自分の足元ばかり見て歩いていた。そうして私はそんな自分の疑いに対するはっきりした答えを恐れるかのようにいつまでも彼女の方を見ようとはしないでいた。がとうとう私は我慢しきれなくなってそんな沈黙のうちからそっと彼女の横顔を見上げた。 そして私は思ったよりももっと彼女がその沈黙に苦しんでいるらしいのを見抜いた。そういう彼女の打ちしおれたような様子は私にはたまらないほどいじらしく見えた。突然後悔のようなもので私の胸はいっぱいになった。私がほとんど夢中で彼女の腕を捕まえたのは そんなこんがらがった気持ちの中でだった。彼女はちょっと私に抵抗をしかけたが、とうとうその腕を私の腕の中に切なそうに任せた。それから数分たってから初めて私はやっと自分の腕の中に彼女がいることに気がついたようになんともかんとも言えない喜ばしさを感じ出した。 私たちは少しぎこちなさそうに腕を組んだまま、例の小さな木橋を渡った。それからその流れの反対の側に沿って、サナトリウムへの道に入っていった。その途中にずっと続いている野らの生け垣は、すでにその白い小さな花をことごとく失ったとだった。そんな葉ばかりになってしまっている野らの茂みは、 それらが花をいっぱいつけていた頃のことを、ほとんど強制的に私に思い出させはしたけれど、私はそれがどんなになっていようとも、もうそれには少しも感動できなくなっていた。それほど、あの頃からすべてが変わっていた。そしてそれが、何もかも自分の責任のような気がされて、私はふっと気が塞いだ。 が、それらの生垣の間からサナトリウムの赤い建物が見え出すと、私は気を取り直して、黄色いフランス菊が今を盛りに咲き乱れている中庭のずっと向こうにあるそのサンルームを彼女に刺してみせた。ちょうどそのサンルームの中には、海きの患者らしい外国人が一人、遠い椅子に持たれていたが、 それがひょいと上半身を起こして、私たちの方を物うげなまなざしで眺め出した。それから私たちは、なおもその流れに沿って、そこいらへんから次第にアカシアの子たちに縁取られ出す川沿いの道を、どこまでもまっすぐに進んでいった。それらのアカシアの花盛りだった頃は、その道はあんなにも足触りが柔らかで、 新鮮な感じがしていたのに、今はもうあちこちにデコボコができ、汚らしくなり、なんだか嫌なにおいさえしていた。その上、それらのアカシアの子たちは、まだみんな小さいので、激しい日光から私たちを十分にかばうことができないので、その川沿いの道は、それまでの道よりも一層暑いように思えた。 私たちは途中からそれらのアカシアの間をくぐり抜けてちょうどサナトリウムの裏手にあたる一面によしの張っている幾分荒涼とした感じのする大きな空き地へ出たそこからは村の峠がその周りの数個の小山に移行されながら私たちのほとんど真向こうにそびえていた梅雨期には その頃の私自身の心の状態のせいだったかもしれないが、その奥には何かしら神秘的なものがあるように思えてならなかった。その峠も今は何者をも燃やさずには置かないような夏の光線を全身に浴びながら、なんだか炎のように揺らめいているような感じで私たちに迫っていた。彼女は その燃ゆるような山並みをサナトリウムの赤い屋根を前傾に配置しながら描いてみたいと言ったそしてそれを適当な角度から描くためにそんな激しい光線の直射するのにも無頓着のようにその空き地のやや小高いところを選ぶと三脚台を据えてその上へ腰掛け斜めにかぶった運動棒の下から 時々まぶしそうな顔を持ち上げながら、その下図を取り出した。私は彼女の仕事の邪魔にならないように、いつものように彼女をそこに一人きり残しながら、再びさっきの土手に出て、やや大きなアカシアの木陰を選んで、そこに腰を下ろしていた。そうして私の前の小さな流れのちを、 一羽の赤霊が寂しそうにあっちこっち飛び歩いているのにぼんやり見入っていると突然私の背後のサナトリウムの方からその土手をうんうん言いながら重たそうに荷車を引いてくるものがあるので私は道を開けようとして立ち上がった見るとそれは一台のゴミ車だった私はとんでもないものが こんなところを通るんだなと思いながら、道端の干木の中へすっぽりと体を入れながら、よそっぽを向いていた。が、そのゴミ車がやっと私の背後を通り過ぎたらしいので、何気なくちらりとそれへ目をやると、その箱車の中には、缶詰の缶やら、とうもろこしの皮やら、英字新聞の基板だのやら、草花の枯れたのやらが、 一種汚らしい美しさでぎっしりと詰まっていた。そしてその車の通った後には、いつまでも腐った果物に似た匂いが漂っていた。私はこんなゴミ車のようなものにも、いかにもこの外国人の多い村らしい独特な美しさのあるのを面白がって、それをちょっと見送った後、再びさっきのアカシアの木陰へ、 ぼんやり腰を下ろしているとものの数分とたたないうちに私はまたしても私の背後へ近づいてくる車の音でもって立ち上がらなければならなかったそれもまた前のとそっくり同じようなゴミ車だったそしてそれから小一時間ばかりの間に私はこの土手を通りすぎる同じようなゴミ車を ほとんど十代ぐらい数えることができた。どこかこの先の方にでも、きっとこの村のゴミ捨て場があるんだなと、それに初めて気がつくや否や、私はやっとのことで、このサナトリウムの土手がこんなにデコボコになり、汚らしくなっている原因にも気がつき出した。そうしてそれとほとんど一緒に、もうこんなにこの村には、 たくさんの外国人が入り込んでいるのかなと思いながら私は少しあっけに取られたように今しがた私の背後を通り過ぎていったばかりのその最後のゴミ車をいつまでも見送っていた暗い道どっちへ向いていくんだか私にはちっともわからないわ彼女は いくらか上ずったような声で言った。実は僕にも分からなくなっちゃったのさ。私はそう返事をしながら彼女の方を見合ったがその白い顔の輪郭がもうほとんど見分けられないくらいの暗さになりだしていた。実際私自身にもこんなふうに私たちの歩いている山道の見当が ちょっとつきかねていたのだけれど、私はわざとそれを冗談のように言い紛らわせていたのだった。その日、私が私の美しい村の物語の中に描いた、二人の老女たちのもと住まっていた、あの見捨てられた古いビラの話を彼女にして聞かせると、それをしきりに見たがったので、 私自身はもうそんなものは見たくもなかったのだけれど、その荒れ果てたベランダから夕暮れの眺めがいかにも美しかったのを思い出して、夕食後、ともかくもそのビラまで登って行ってみることにした。おそらくあの家はまだあのまんまになっているだろうと予想しながら。が、だんだんそのビラが近づいてくるにつれ、私はなんだか 急にそんな自分の夢の残骸のようなものを見に行くのが嫌な気がしだしたので、そろそろ日が暮れかけてきたのをいい口実に、まだ山道がこれからなかなか大変だからと言って、私たちはその途中から引っ返すことにした。その帰り道、私はその代わりに、まだ彼女が知らないというベルベデールの丘の方へ彼女を案内するため、 今しがた登ってきたのとは違った山道を選んでいるうちに、どう道を間違えたのか。その辺からもう下り道になってもよさそうな自分だのに、いつまでもそれがつま先上がりになっていて、私たちはその村の中心からは、ますます反対の方へ向かいつつあるような気がしてきた。まだこの村に、こんな私の知らない部分があることを、 心の内では驚きながら、しかし私はその辺をいかにも知り抜いているように装いながら、さっさと彼女を導いていった。が、私たちはともすると無言になるのだった。いつの間にやらもうすっかり日が暮れていた。私たちの歩いている道の両側の唐松などが伸びきって少し立て込んでいたりすると、 私はほとんど彼女の着ているワンピースのバラ色さえ見定めがたいくらいであった。ただ時々彼女の肩が私の肩にぶつかるので自分のそばに彼女を近々と感じながら歩いていた。そうかと思うとこ立ちの間から出し抜けにその奥にあるビラの明かりが下絵越しに私たちの肩に落ちてきて 知らず知らずに身をすり寄せていた私たちを思わず離れさせた。そんなビラの数がだんだん増え出してきたらしいことが、いくらか私たちをほっとさせていた。突然私は心臓を締め付けられたように立ち止まった。私はそれらのビラに見覚えがあり出すのと同時に、これをこのままいけば、 私がこの日頃そこに近寄るのを勤めて避けるようにしていた私の昔の女友達の別荘の前を通らなければならないことを認めたのだ。そして私はその一家の者が二三日前からこの村に来ていることを宿のじいやから聞いて知っていたのだ。しかしもう散々彼女を引っ張り回してあげくだったし。 私もかなり歩き疲れていたので、この上回り道をする気にはなれずに、私は心ならずもその別荘の前を通り抜けていくことにした。だんだんその別荘が近づいてくるにつれ、私はますます心臓を締め付けられるような息苦しさを覚えたが、さて、いよいよその別荘の真っ白な柵が私たちの前に現れた瞬間には、 その柵の中の明かりのいっぱいに落ちている芝生の向こうに、すっかり開け放した窓枠の中から、私の見覚えのある古い丸テーブルの一部が見え、その上には、人々が食事から立ち去ってからまだ間もないと言ったように、丸められたナプキンだの、果物の皮の残っている皿だの、コーヒー茶碗だのが、まだ片付けられずに散らかったまま、 眩しいくらいランプの光を浴びてキラキラと光っているのを私は自分でも意外なくらいな冷静さをもって認めることができたいい具合にそこには誰も居合わさなかったせいかそれともまたそれはその瞬間までに私の中の不安がすでにその絶頂を通り越してしまっていたせいであったろうか ともかくも、私はかなり平成に近い気持ちで、ただちょっと足を早めたきりで、その白い柵の前を通り過ぎることができた。そんな私の心の中の動揺には気づこうはずがなく、彼女は急に早足になった私の後から、なんだか気そうについてきながら。まだ、なかなか 少し不安らしく私に声をかけた。うん、ますます見当がつかないんだ。そんなことばかし言って。彼女はそんな私の本気とも冗談ともつかないような態度にとうとう腹を立てたように見える。そうしてそんな私を非難するような口ぶりで、早く帰らないと言った。 じゃあ、一人でお帰りなさい。と私は、今はもう微笑らしいものさえ浮かべながら返事をした。意地悪。だってほら、そこ知っているでしょと私は、私たちの行く手の暗がりの中に、小さなせせらぎが音立てているのを指しながら、水車の道じゃないのと、快活そうに言った。 まあ、本当にと彼女はまだなんだかそれが信じられないといったふうに自分の周囲を見回していた私たちはすでに林の中を抜け出して昔水車場のあったとにたたずんでいたのだったそこで道が二股に分かれて一方は水車の道もう一方は 本通通りへと通じていたどっちからでももうすぐそこの宿屋へは帰れるのだが水車の道の方からだと例のかなり険しい坂道を降りなければならなかったので私たちは本通りの方から帰ることにした。でその後者の道を取ってその突き当たりから本通りの方へ曲がろうとした途端に私は その本通りの入り口のちょうど宿屋の前あたりからぽーっと薄明るくなり出している輪の中に五六人一塊になった人影がこちらを向いて歩いてくるのを認めた。私はドキッとして立ち止まった。どうやらそれが私の昔の女友達どもらしく見えたからだ。私は急に 私のそばにいる彼女の腕を取って、向こうから苦手の人が来るらしいので、捕まると面倒くさいからと、早口に言い訳しながら、今来たばかりの水車場の方へ引っ返していった。そうして再び、さっきの小川の淵に並んで立ちながら、その人たちがそのまま本通りの方から来るか、それとも宿屋の裏の坂を抜けて来るか、どっちから来るだろうと、 両方の道へ注意を払っていた。そしてそっちにばかり注意を奪われていたので私たちは私たちの背後の今しがたそこから私たちの出てきたばかりの林の中から数人のものが懐中電気を照らしながら出てくるのには全然気がつかずにいた。突然私たちはその懐中電気のまぶしい光を浴びせられた。 私たちはびっくりして、その小川の淵を離れた。しかし、懐中電気を手にしていた男の方でも、そんなところに思いがけず私たちが突っ立っていたのに、面食らったらしかったが、その一人が私だと気がつくと、バツバツくんじゃないと、私の名前をためらいがちに言った。そう言われて、私が一層驚いて、 まぶしそうに顔をしかめながら振り向いてみると。それは私の学生時代からの友人であった。それと同時に、私はその友人の背後に若い女たちが23人。まだ不審そうに闇を透かしながらこちらを見つめているのに気がついた。それはその友人の若いさい君や妹たちであった。 私は彼女たちにちょいと会釈をして、それから決まり悪そうに微笑しながら、なんだ、君たちか。いつこっちへ来たの昨日来た。さっき君んところへ寄ったら留守だというんで、それから細木さんのところへ行ってみたんだ。あそこの家もみんな出払っているんだ。私はその友人の言葉を聞き終えるか終えないうちに、 本通りの方の曲がり角から一塊の人影がこっちへ曲がってきだしたのを認めた。じゃあ構わないから僕んところへ寄って行けよ。そう言い捨てて私はさっさと一人で水車の道の方へ歩きだした。そうして私は二三のビラの前を通り過ぎてからその先の真っ暗だけれど私には勝手の知れた草深い坂道を りにてった。やがて他の連中もそんな私の後から一塊になって一個の懐中電気を頼りにしながらキャッキャッと言って降りてきた「まあこんな道あるの私ちっとも知らなかったわ」坂の中途で友人の若い崔くんがそんなことを誰にともなく言ったらしいのが もうその時はその小さな坂を降りきってしまっていた私のところまで手に取るように聞こえてきた。私はちょうどその友人のサイくんも確か数年前にその坂道で私の出会った少女たちの中に混じっていたことを思い出すともなく思い出していたところだった。その出会いは私にはあんなにも印象深いのに。 かつてのその少女たちの一人であった彼女の方では、おそらく他の少女たちも同様に、そんな私との出会いのことなどは少しも気に留めていないですっかり忘れてしまっているのかなと思った。が一方では、またなんだかそんなことを言って彼女が私をからかっているのじゃないかしら、とそんな気もされた。 ひょいと彼女の口をついて出たらしい、そんな言葉を、私は一人で気にしながら、いつまでもそっぽを向いて、みんなの降りてくるのを待っていると、突然、そのうちの誰かが、足を滑らして、あと小さく叫んで、坂の中途にどさりと倒れたらしい気配がした。見上げると、その坂の中途にまだ転がっているらしいものが、 まるで花盛りの干木のように見えた。そして他の者のがみんな立ち止まって、その一番最後に降りてきた少女の方を振り返っているのを、私はただポカンとして眺めながら、その場を一歩も動こうとしないで突っ立っていた。そうして私は、毎朝のようにこの坂を上り下りしているあの鎮馬の花売りのことを、 ひょっくり思い浮かべ、あいつはまた何だってこんな危なっかしい坂道をわざわざ選んで通るのだろうかしらと、全然今の場合とは何の関係もないようなことを考え出していた。